はい、それでは、今回は高級リーグで、井山さんの、戦った碁を見ていきたいと思います。はい、大事な一戦でね、井山さんね、任されたんですよね。うん、はい、持ち時間は1時間の早碁です。はい、3-3入ってればね、穏やかですけど、はい、飛んでね、うん、激しくいきましたね。うん、こちら飛んだのも力強い手ですね。あ、出帽子ですか。うん、白はね、まだ下付けがあるので、まだね、取られてはないと。うん、はい、うん、まあ、黒は勢いはいいんですけどね、ただまだ何点もあるので、うん、まだね、すごいですね。なんて守、うん、どっかでね、守るかなとも思ったんですけど、ただまあ、ここを渡り回って、まあ大丈夫ということですね。すごい勢いで、うん、打ってきましたね。うん、ここは実利を稼いでと。非常にそうですね、思い切ってもうガンガンいってる感じですね。うん、いや、このツケもすごい思い切った手ですね。本当にね、緩みなく戦ってる感じですね。うん、この白はね、まあ息ぐらいはあるでしょうかね。はい、で、まあ、これで生きたと。うん、この黒がね、取られるとまずいんですけど、はい、これで生きて、うん、生きてしまえば、うん、形勢は悪くなさそうでしょうかね。いや、またこの置きからね、この手もすごいですね。はい、ということでね、ここで投了となりましたね。いや、非常にね、もう勢いよく攻めてね、うん、もう緩んではいられないということで、いや、すごい井山さんの快勝譜だったんじゃないかなと思います。はい、でチームはですね、2勝2敗になったんですけど、主将がね、主将の勝ちを優先してしまいますので、ちょっと主将が負けてしまって、多分ね、チームは負けてしまったんじゃないかなと、はい、思いました。はい、じゃあそれではこの辺りで、終わりにしたいと思います。